はい、岡野さんです。ハローエブリワン。みんな元気にしていますか？今日は、とても楽しいことがありました。小学校に行ってきました。学級活動 PTC に行ってきました。たくさんの子どもたちに会えて、もう本当楽しくて、幸せな気分でしたね。でそれを今日、これバルーン教室でこれを作りました。これを今日作ってみたので、ちょっとリメイク、ちょっと最近作り方をちょびっとだけ変えているので、それをね、紹介したいと思います。例えば保育園の先生とか、子供に関わる方がハロウィンで何かイベントをねしようって思っている方は、ぜひとっても簡単なので参考にしてみてください。で、僕は基本的に全部膨らませて持っていきます。で、なぜかっていうと、学級活動って2時間ぐらいしか、2時間時間をいただいてるんですけど、仕方ない。で、3、4時間目、今日3、4時間目使ったんだけど、90分だいたい実質70分から75分ぐらいでやっています。I went to primary school today、in Hiroshima, Japan. So, 71st grade、primary school student for my balloon show time、twisting and、big balloon and put in inside.And, 風船はくぐり by デンジローさん。 So, and, バルーンスクール、これ、メイクをやるからとても忙しいの。だからバルーン教室とかをするときに、みんなが一つ必ず持って帰れるようにするために全部準備していく、その、段取りも含めて紹介したいと思います。ちょっと作りやすくなっているので参考にしてみてください。まず、これはね、269、全部で3バルーンオンリー。これをね、4インチレフ、10センチぐらい残します。次に、オレンジの方です。これはね、だいたい10インチぐらいだから、まあ、9インチか11インチの風船でいいと思います。ちょっと空気を抜いて結びます。なんでもいいよ、メーカーは。次、ホワイト風船、これも5インチぐらいかな、結びます。ファーストグレードプライマリースクールスチューデント had 6 or 7 years old kids had small hand, so it's difficult to tie balloon. とてもね、結ぶの難しいの、ちっちゃい子は。だからこの状態で持っていく、僕はこれとこれの状態で、どうやって持っていくかというと、こういうビニール袋に入れて持っていきます。今日は70人いたんだけど、70人だったら85人分ぐらい持って行って、で、いつもはね、プロが使うこういうバルーンのバッグを使うんですね、ビッグバルーン。なんで、これなんでかっていうと、ビッグバッグは穴が開いていて、子供が万が一入っても窒息しないようになってるの。これは僕のお店で売っています。で、これを膨らまして持っていく。この状態で85人分ね。で、じゃあ作り方を紹介します。右利きの子。こっちで。チョップスティックとかペンソを持つ子はこう持つよ。子供がこっちにいたら同じ向きでこう持ちましょう。結んである方は体の力、左利きの子はこうやりましょう。はい、じゃあまずこれを折り曲げます。折り曲げて、ここ This point is very important。 持つ、上から持つ、引っ張ってちょっと引っ張って回しましょう。まあ、引っ張って回すと何でいいかっていうと、風船と風船が not touch ね、 it's very good よ、割れにくくなります。すごく引っ張って回す。これを one more プッシュして、柔らかくして、これで止めます。1回で、みんなにできたって聞いて、できた子がいたら立ってもらって、わあすごい、ヒーローになってもらって、周りの子見て、みんな周りの子見て、できてない子がいたら教えてあげてくださいって言います、ね、で、同じようにしてやっていく。ファーストステージ1ループ、セカンドステージ、これができたら same ring size 引っ張ってプッシュ、これセカンドステージ、ここで止めます。で、最後に、ファイナリー、これを使います。This use. リマインドある。これを引っ張る、引っ張ってます。これを後から使うので、これでもうこんだけ。
こんだけでこれにつけるんだけど、これを使いましょう。 This use 引っ張って引っ張ってます。 Car or put in and white and green loop please クロスしてください。もうこれちょっと当たるからね、怖い。これでいいです。でこれで整えるよって言うんですね。この形にしようねって、葉っぱがここにあるでしょ。どうするかっていうと、ゆっくり丁寧にゆっくりスローリー and please トリートこれでいい。まあここはね、こう開いとったらまあこう入れてもいいし、こうやったらちょっと近づくから。はい、できました。これで顔を描きます。 Please drawing。 ドローイングはペンをね、いっぱい用意していって、学校でも持ってきてもらう。45リットルのビニール袋も持参してもらう。ペンも用意してもらう。でもカネさんがいろんな色を持っていきます。たくさん、もっとこれ倍ぐらいあるんだけど。で、 Your favorite face Please drawing。 好きな絵を描いてくださいっていうの。誰でもいいから自分のイメージ通りの絵を描いてもらう。それがね、面白い、すごい。例えばサンプルとして一つ持っていくんだけど、それをね、真似で描くのもいいんだけど、自分が好きなように描いていくっていうのが、とても僕はいいことかなって思っています。これはね、油性ペンで描いています。これダイソーの This is Daiso Daiso's very nice pen ね、すごくいいよ。で、これで描いていきましょうっていう。はい、何か PTC とかね、学級活動でね、内容なんかお困りのようだったら行きますよ。声をかけてください。相談しましょう。はい、打ち合わせしましょう。とても楽しかったです。僕は子供と一緒に仕事をしとる時がやっぱり一番嬉しいですね。やっぱ幸せを感じるし、まあ、純粋だからね、子供はね、特に1年生なんて。だから、この仕事を毎日行ったらいいね。って思います。そのぐらい好きですね。今日先生と役員の方で、保護者の方が、お父さんもいたんだけど、 とてもね、いい時間を提供していただいてありがとうございました。子供たちもね、今日は YouTube 見てねって言ったんだけど、もしよかったらね、興味があったらね、バルーンじゃなくても何でもいいから、好きなものを見つけて、それでしたらね、楽しいよっていう、人生楽しいよ、仕事に並んでもね、楽しいよっていう、それがカネさんの夢でもあり、まあ、カネさんはたまたま悪いもんだけど、何でもいいの。子供たちが好きなものを見つけてくださいねっていつも言っています。で、最後にね、ちょっと待って。Please wait. Wait. 今、最近は、いつでもではないんだけど、この刺繍を、篠原千奈美さん、10 years old 千奈美篠原、wrote a poem.30 poems before 40 years ago 10 years girl 4th grade primary student poems で、my son's photo and now ちなみに篠原 is my wife wife is a wrote drawing illustration とてもとても私の好きな刺繍なので、これをプレゼントしてきました。2クラスあったのに2冊。いいよ、すごく僕は大好き。なんかね、心が豊かになります。とても新鮮だから、みんな好きなものを自分の心のまま表現してくださいねって言います、うん、それがね、喜ばれるものになったらなおいいじゃないですか。はい、ね、一部紹介しましょうか。風っていう詩です。風、花びらを飛ばす風、花びら飛ばしてどこへ行く、遠い空の果て。僕の大好きな詩です。子供の写真を使いました。皆さん会いましょう。カネさんでした。 See you! Please subscribe please! See you! Bye bye!